結構ちょっときつかったところですけど、あ、全然大丈夫です。大丈夫なんですか。なあ、わかりますね。木が縮んでるんですね。うん、後ろに出します。はい、きつくないですか？ないよね。もうダメですね、俺の。ピクピクしてカメラが落ちちゃいました。カメラ落ちちゃいました。ダメですね。ここも叩いて終わりにしますね。はい、渋谷でも撮影してたんですか？そうなんですよ。あ、だからしょうがないですね。そしたら。お疲れ様でした。塊いただきますね。はい、ゆっくり起こしてください。はい。はい。はい。ちょっと待ってください。はい。塊いただきます。はい。装置が広がる。コキコキしましたね。痛くないですか？大丈夫です。はい、すっごいとした。肩鳴るんですね。鳴るんですね。普段は鳴ってないですか？鳴ってないですね。広がりますね。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。
お疲れ様でした。はい、どうですかお体の感じ。頭痛がなくなってますね。あ、よかったです。あ、そう、足なんかこう伸ばすのやってみていただいてもいいですか。ああ、このストレッチですね。はい、痛かったのどれぐらい。あ、伸びる。うん。あ、本当、手が届く。はい。あ、伸びるなってますね。なってますか。よかったです。なってますね。いや、これすごい。よかったです。さっきあの足首に手が届かなかったんですよ。うん、もうそれで無理にね、伸ばすとなんかバキバキしちゃってね、言ってましたからね。全然治りましたね。ああ、よかった。寝てる間に何があったんですか。ちょっと途中気持ちよくて寝ちゃってたんですよ。はい、寝ちゃってたら自分の、ね、カメラも止まったんですけど、なんかその間になんか不思議なことが起こりました。70分の間に、はい、できる範囲で。あ、もう70分なんですね。そうなんですよ。寝てましたね、本当に。はい、でも結構やっぱり元のお体を動かしてるので柔らかいので動きやすくはあるんですよね。はい、そうですか。そう、可動域も結構広いですし、はい、ただちょっとあのその分変に癖がついちゃうと、はいはいはい、やっぱり一気にね、こうなんかパフォーマンスも落ちていくとかそうですね、あるので。いや、足の長さもね、変な風にね、そうでしたね。最後ここもね、ゴッゴッってなりましたね。肩も広げといたので、だいぶ今バランス良くなってると思います。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に良かったですよ。良かったです。良かったです。See you. はい。